蝶野枝は、中華民国、中華人民共和国の軍人、政治家。北京政府、国民軍の軍人。兵玉賞配下の、ご故障の一人と目された人物である。字は、紫瓶。別号は、京子。幼い頃は、学問に励んでいたが、1903年、軍の募集に応じる。1907年。 新軍第一混成協を兵衛杯長に昇進して、新民府に駐屯した。この頃から、阪神革命派の思想に共鳴し始める。1910年、新軍第二十鎮に移動すると、兵玉将と知り合い、さらに革命派への系統を強めた。同年十二月の革命派の周期儀に参加したが、失敗に終わり、蝶の上は、第二十鎮から逃亡した。 民国成立後、かつての第二十鎮統制であった、長少祖が、賛成特軍となる。長の絵はこれを頼って、新北東寺司令部二等参謀に任命された。1914年11月、兵玉省が、先生省で、第十六根成たびたびに任命されると、長の絵はこれに加わり、第二弾団長に任命された。 翌年5月に、氷玉将率いる第16根制旅が、四川省に入ると、長野江もこれに従った。五国戦争が勃発すると、氷玉省は、半円政外の内心から、五国軍と戦うことを望まなかった。そして長野江は、氷玉省の命を受けて、五国軍第一総司令裁椿と面会し、交渉を取りまとめて、全面衝突を回避した。 五国戦争終結後、第十六混成旅は、下北省老房に移住して、長野江は、騎兵永永町に任命された。その後、段気随により、表玉将が罷免され、その部下だった、楊葛蘭道が、第十六混成旅の旅長に昇進する。1917年7月、蝶君が伏壁を行うと、長野江は、同僚の鹿、少林らと共に、楊葛蘭道に、 長君討伐を宣言するよう迫った。しかし、大桂堂は単身北京に向かい、長君に服従した。このため、長の絵らは、氷玉将を迎え入れて、再び長に仰ぎ、長君の弁士軍を撃破した。1918年6月、氷玉将が、小生珍珠氏を兼任して、湖南省常則に駐屯すると、長の絵は、第二弾団長に任命された。 1921年5月、第16本星旅は、先制特軍、遠奏文に随従して、先制省に入った。7月、第16本星旅は、陸軍第11市に改編され、蝶野江は、第22旅旅町に任命された。1922年の第1次、笹口下戦争では、蝶野江は、帝州に派遣され、河南特軍、蝶野軍と戦い。 これを撃破した。間もなく氷玉師が公認の河南徳軍に任命され、軍の拡大とともに、町野江は第七根性タビタビ町に任命された。この時、氷玉師が士官の資質向上を目指して、高級戦術研究会を設置すると、町野江は高武道観察官として、中華球士官に戦術を教授した。町野江別陰9月に、 第二次、笹口家戦争が勃発すると、兵玉賞は、第三軍総司令に任命され、長の上は、第三軍第一祖司総司令に任命された。9月に、古北口方面へ出撃して法天派と戦う。10月、北京政変が起きた時には、長の上の軍は、聖徳にあり、兵玉賞の命を受けて、ご配布の軍を追撃して破った。兵玉賞が、 国民軍を成立させると、長野江は国民軍基兵第一旅びた町に任命された。同年12月、長野江はチャハル都党に任命され、その地の軍を国民軍に編入した。また、この時のチャハルの統治では、長野江は優れた内政手腕も発揮し、同地における各種産業の近代化に貢献している。1925年12月8日、 兵玉将が、理系林討伐の命を発すると、蝶の絵を総司令として三個字の討伐隊が組まれ、東方三が任給、女営将が、大城県と、馬将鎮を攻略、李明将が、お慶鎮、洋流青鎮、藩屋諸村攻略を任された。蝶の絵も、自ら三個旅を率いて大村、北倉鎮と、お慶鎮攻略を目指した。しかし理系林は、 日本やドイツの軍事顧問の指導で屈強な陣地を構築しており、蝶野江は10日から15日までの間に4000人もの犠牲者を出してしまう。16日、表玉省は蝶野江を更迭し、李明省を総司令に任じた。李明省は19日の積雪に乗じて白い羊の皮を被った兵に、 爆竹や花火を鳴らさせ、格乱する奇策を行い、洋村を陥落させ、数日後に、天津も陥落させ、理系林を敗走せしめた。1926年1月、氷玉将が下野に追い込まれ、北方各派は、国民軍に対する包囲を強める。この時、蝶の絵が、氷玉将の後任として、西北変貌を、ただし弁に任命される。さらに、 国民軍の全軍総司令となり、北方各派を迎え撃った。長野江に加え、全敵総司令、東寺総司令を務めた鹿昌林、西寺総司令を務めた、総鉄源らの前線もあったが、4月、長野江は、北京を放棄して、南口に撤退した。その後も、懸命に、北方各軍を相手に抗戦したものの、8月、ついに、長野江は、 南口も放棄して、水園方面へ退却した。しかし敗北したとはいえ、町の上鹿少林、宋鉄源らの奮闘は、国民軍の保持に貢献した。また、中国国民党の北伐に対しても援護射撃となっている。そして9月15日に、兵玉省が帰国して語源受け止を行い、国民軍を国民連根軍に改組して、 国民党に加入すると、蝶野江は引き続き西北変貌を、ただ主弁を務めた。北伐終了後、蝶野江は国術研究官官長などを務めた。しかし、軍事や政治の第一線からは遠ざかり、政治的立場でも、表玉省、蒋介石の双方から距離を取った。中華人民共和国建国後も大陸に止まり、中国人民政治協商会議特別。 招待代表や中国国民党革命委員会、中央委員などになった。1966年5月12日、蝶野江は、北京で病没した。去年85、中華人民共和国成立後、中南海での寒談左から、高度を壁期、表彰山、蝶野江、竜雲、陳明クルル。ありがとうございます。